じゃじゃん。まあ、あのカナタさんもね、あのありますよ。あのね、これ以外にもたくさん黒歴史はもちろんあります。3年もやってきたら。ですがこれは結構特殊な黒歴史で、ここ見えると思うんですが、ここね、非公開って書いてあるんですけれども、カナタさんね、まあ、どんなに他をやらかしてもあんまり自分で非公開にすることはこれ以外ないんじゃない。多分3年やってきていろんな黒歴史があるんですけど、非公開にまでしてるのもほんとこれだけ。これ非公開にして、まあ、なんで非公開にしちゃったかと言いますと、喋れなかったんですよね。まあ、あの当時は多分言わなかったと思うんですが、ちょっとね泣いちゃったんですよねあの皆さんね、見てるとかわいそうになるかもしれないんですが、このこと、あの見てるとかわいそうになると思うんですけど、このこと僕は同一人物なんで、別の人として見なくて大丈夫なんで、もうね、乗り越えたから笑って見れると。これ今の僕だったら多分みんなに、全然しょうがらないんだけど、涙出てきたわーとか言えると思うんですけど、当時はちょっとなんかどうしていいのかもわからずですね、そう、わーってなって、しかもその泣いたことまで隠そうとして、明らかに鼻が詰まってんのに、明らかに泣いちゃってるのに、頑張って強がるんですよね。もうそこもまたかわいそうなんよ。このタイトルはつらいな。ねえ、それ僕も思った。才能開花、歴史が変わる。これね、アムアスがそもそも苦手ってかね、下手くそだったわけよ。ちょっと再生するか。